島君。民主党衆議院議員の大島です。今日は山本雄二委員長のもと質問をさせていただきます。まず独立行政法人の公募システムについて大臣にお伺いをしたいと思います。独立行政法人の公募システムは今から3年半ぐらい前から始まった制度だと思います。今の現状がどうなっているかについてご説明をお願いをいたします。稲田行政改革担当大臣。お尋ねの独立行政法人の役員の人事につきましては、平成21年9月の閣議決定において、公務員 OB ポストの公認者を選任する場合等については公募することとされたところでございます。その後前政権において平成24年5月に提出した独立行政法人通則法改正案において役員の任命にあたっては原則公募とするとしたが、同法案は廃案となっております。安倍政権になりましてからは独法改革のこれまでの取り組みを総括点検をして改革の集大成を行うべく取り組んでいるところでございます。なお平成21年9月の閣議決定に基づく役員公務員 OB ポストの公認を選任する場合等については同じ方針で臨んでいるところでございます。大島敦史君。大臣、ご答弁ありがとうございました。この独法の公募システムというのは多分日本で初めての制度だと思います。この場で平成18年に行政改革特別委員会が設けられまして、中馬大臣の下でさまざまな行政改革の議論をさせていただきました。その際に諸外国の公務員の制度を勉強させていただきまして、その際日本の公務員は新規採用、学卒採用が通例なんですけれども、アングロサクソン系の国アメリカあるいはイギリスは公募のシステムということで、一つの官職が空くとそれが公募対象になります。ですからアメリカでは3万に迫る公務員の職がですね、常にホームページ上で募集をされております。その制度は大陸ヨーロッパでも徐々に広まってきまして、公務員として働く多くの人材をさまざまなリソース、さまざまな市場から採用したいというそういう気持ちが広まってきているかと思いまして、この独立行政法人の公募システムというのは今は大臣おっしゃったとおり公務員の OB の方が独立行政法人で役員をしている、あるいはその OB の方も含めて応募をかけたいというときにはこの独立行政法人の役員については公募対象になります。で、公募の内容につきましてはこれは総理官邸のホームページから入れると思うんですけれども、各所管の役所のホームページでどういう内容、これジョブディスクリプション、どういう職務の内容がまずは仕事としてあるのか、どういうスキルの人が応募していいのか、そして年俸がいくらなのか、1800万なのか2000万なのか、しっかり明記をして今募集がかけられております。で、これまで何人ぐらいの方が応募をされて何人ぐらいの方が決まっていらっしゃるのか、その点についてお聞かせいただければと思います。稲田行政改革担当大臣。4月1日任命分については12法人13ポストについての公募が行われたと承知をいたしております。公務員 OB の就任の状況について申し上げれば、本年4月1日任命分も含めこれまで137法人185ポストについて公募を実施した結果、公務員 OB が就任したのは実施ポストの3割弱に当たる53ポストとなっております。大島敦史君。
ご答弁いただきました。ここにホームページ上から取りました公募の内容が書いてありまして、職務内容、職務がどういう内容でどういうイメージの人材が求められているのか、これは独立行政法人の国立公文書館です。そして業務の内容について書いてあって、官庁が国立の公文書館の官庁のポストを求めていると。で、職務の内容があり、必要とされる資格、経験、勤務条件、そして年収もこれ1900万円、地域手当、特別手当を含むおよび通勤手当、国家公務員共済組合に加入等々が書いてあるわけなんです。こうやって多くの人材を、私は公務員の皆さん、公務員というこれは独立行政法人ですから準公務員的な扱いだと思います。多くの方が集うことについて大臣のご所見をお聞かせください。稲田行政改革担当大臣。先ほど来委員がご指摘のようにですね、優秀なそしてやる気のある人材を集めるために公募も一つの有益な方法だと思っております。大島敦君。そうしますと、今後、先ほど大臣の答弁の中で独立行政法人の公募のシステムについては安倍、政権においても継続していただくというご答弁をいただきました。そうすると今のポストというのは、公務員の OB の方が退かれて公務員退かれるとき、あるいは公務員の方も含めて応募されるときです。私はこのシステムを設計するしたときに公務員を排除していません。私は公務員であっても民間の方であっても優秀な人がこの独立行政法人という公的な役割を担っていただくことは大切だと思ったからです。ただ、当時は世の中では公務員の皆さんに対して厳しい視線がありました。今もそうかもしれません。従いまして、この応募した後どうやって選考するのか、選考する過程については3人から5人の大臣が任命する選考委員の方、大学の先生、あるいは一部上場企業の役員の方、さまざまな団体のトップの方に任命をして、まずは面接をしてもらう、面接をしてもらって評価をしていただいて、2人、3人、複数名を大臣に挙げて、大臣がその中で一番ふさわしい方を任命するということにしております。従いまして、その公務員の方であっても、それは優秀であれば、その役職にふさわしいのであれば、応募をすることは望ましいと思ってまして、その点についての大臣のご所見をお伺わせてください。稲田行政改革担当大臣。私も今全く委員がおっしゃっている通りだと思います。応募の結果ですね、ふさわしい方が民間人であろうと公務員 OB であろうと、そのポストにふさわしい方であれば任用すべきだと思っております。はい、大島敦君。ご答弁いただきました。ありがとうございます。またその今後の話なんですけども、今後の話です。これはこういうような官職の応募あるいは募集の仕方というのは多分戦後の日本の公務員の歴史の中で初めてだったと思います。で、この制度については先ほど申し上げましたとおり、アメリカあるいはイギリスの制度をそのまま移植をしております。で、一番ね、この点で気をつけてほしいのは、大臣が求める人材をしっかり役所の方に伝えてほしいんです。各大臣が、役所の方もね、私は、皆さん真面目で、私も仕事をさせていただいて、本当に日本の公務員の方は素晴らしいと思っています。ただこの大臣がしっかりとどういうような評価基準であるか、どういうような評価基準であるかということについてしっかりと伝えとかないと、なかなかその大臣の思いが通じないところもあります。その点についてはまずはご留意していただくように、皆さんに周知徹底していただければと思います。もう一つは今後の話なんですけども、これは今は先ほど申し上げましたとおりごく一部の方です。
中には先ほどの公文書館の館長、あるいは本当にこのシステムとしては公文書館の館長の方もありますし、もう一つがですね、こちらの方は独立行政法人のこれは上野にある国立科学博物館の館長の方も応募にかかっているわけです。もうここまでね、館が開かれていると思ってまして、こういうことはこれから民間公務員あまりこう考えないで多くのこのポストについて応募をしていただくということが必要だと思うんです。そのこの間口を広げることについての大臣のご所見を伺わせてください。稲田行政改革担当大臣。今委員から最初にですね、どんな人材が必要かということをきちんと公表をして、その上で応募すべきである、全くその通りだと思います。また広く人材を募集をしてですね、その中から最も適任者を選んでいくという公募のシステムも非常に有益な方法だと思っております。今独立行政法人改革の中で有識者の会合等でですね、公募のあり方や人材の登用のあり方等も含めて検討しているところでございます。大島敦志君。安倍総理ですね、稲田大臣も答弁をいただきまして、多くの人材を、その優秀な人材、私は公務員を排除するというつもりは全くありません。私も3年3ヶ月仕事をさせていただいて、多くの法案、ほとんどすべての法案を閣議決定をし、国会に提出することができました。また、私が国会で引き受けた内閣委員会の筆頭理事、あるいは復興特別委員会の筆頭理事としても、同僚、あるいは他党の皆さんの協力も得て、法案を通すことができました。それをバックアップしていただいているのは、国家公務員の皆さんです。ですから、こういう国家公務員も含めて、この独立行政法人のこういう役員の人事、あるいは今後議論になると思います。甘利大臣が行革担当、公務員制度改革の担当大臣だったときに甘利法案を出されております。その中でもその幹部人事ということで内閣人事局を作るというお話もございました。その中にも公募のシステムも多分あったかと思います。ですからその人材の登用について今後のその公務員あるいは民間も含めて国のために一生懸命働いていただくその人材の登用のあり方につきまして安倍首相のご所見を伺わせてください。安倍内閣総理大臣。私もですね、大島委員のお考えと、基本的に同じ考えでございます。当然ですね、公務員の方もですね、排除すべきではなくて、公募において広く人材を求め、そして、適切と思われる人物を選ぶべきだろうと思います。その際ですね、やはり委員がご指摘になったように、大臣がですね、どういう人材を求めてどういう政策をやっていくかということを、もっとやはりクリアにすべきだろうと改めてそう認識をしたところで、ございます。そこで、過去、あり方につきましてはですね、過去の、廃案となった関係法案の内容も含めてですね、総括点検を行い、改革を進めていきたいと、このように考えております。はい、大島敦志君。甘利大臣が出された法案に引き続きまして、私も副大臣のときに、行政改革の事務局の、事務局長という立場、そして事務局次長が民間から来ていただいた方と、政治では、品さんが次長として入りまして、私は鉄鋼業あるいは保険業で19年間民間で働いた経験あります。品さんも品議員もですね、これは長銀ですね、長銀でその会社が亡くなる過程もご経験されて弁護士の資格を取って国会に臨まれた方です。ですから民間と民間、そのメーカーと金融業がしっかりとグリップしながら公務員制度改革事務局の皆さんと法案を出させていただきました。立場がありますから、いろいろとお考えは
自民党さん、公明党さんとは違うかもしれない、あるいは他党の皆さんとは違うかもしれないんですけども、もう昨日私もこれまでの公務員制度改革の歴史をずっと読んでみました。もう10年以上ねこの話はしてるんです。もうそろそろ決着してあげないと、その公務員の皆さんの気持ちが落ち着かないと思っています。ですからぜひ安倍総理、そして担当大臣であります稲田大臣には、この点も踏まえて、多分論点はもうほぼ出尽くしていると思っています。私たちが出した法案は内閣人事局を作り、30万人国家公務員の幹部職員が600人います。この600人の人事は政治主導、首相と各大臣、首相と官房長官と各大臣が協議をして決めて、その600人の人材を、その今でしたら安倍総理の、その一番適切な人事配置をするということで作らせていただいております。そしてこれは人事院については、人管制度というのは一定の役割は終えたと思っておりますので、今国家公務員の例えば4月1日に何人採用したかということを調べると、各役所に聞かなくちゃいけない、さまざまな柔軟な制度設計するためにも、稲田大臣が今お仕事されている事務局の皆さん、あるいは新藤大臣のもとにいらっしゃるおります、これは業管局、あるいは定員を決める業管局、そして人事恩給局、もう国の使用者はとして一つにこう集めることによって、柔軟な制度設計をする時代に入っていると思っています。ですからその点も踏まえて、早急にご検討されるということを要望させていただき、その点についてね、大臣から一言ご答弁いただければと思います。稲田行政改革担当大臣。今委員がご指摘になりましたように、この国家公務員改革ですね、私も最後は人だと思ってます。いくらいい制度を作っても、やはりそれに携わっている人がモラルが高くて士気が高くて国家国民のために働くと邁進していただけるという国家公務員改革をしていかなければならないと思っております。基本は平成20年の改革基本法だと思っております。ただ改革基本法ができてから現在までの間に3度政府から法案が提出されて、今委員がご指摘になりました民主党政権下での法案も含めて全て廃案になっております。それは今人事局の問題を指摘をされましたが、この内閣人事局作らなければならないけれども、その中にどれだけの権能を集中をさせるかという問題、それから12条の労働協約締結権の問題、費用と便益、国民の理解というさまざまな要件がかかっております。そういったことなども含めて、今委員がご指摘になったようにですね、早く改革案をまとめていかなければならないということで、今改革の集大成に向けて取り組んでいるところでございます。大島敦史君。国家公務員のその改革の法案、これは私たちが考えたのは国家戦略局ということも考えました。国の意思決定のスピードを上げるということです。そのためにこのような制度設計をさせていただいておりますので、ぜひ安倍首相も早急のご検討をお願いいたします。続きまして麻生大臣に伺いたいんですけれども、金融担当大臣として金融円滑化法が期限が切れることになります。で、私はずっと自殺対策について、5年前4年前にも党予算委員会で質問をさせていただきました。本当に費用がかかるので、多くの要は予算を計上してくれというお話をさせていただいて、野田担当大臣の時に100億円の基金を前の政権の時に積んでいただいて、でそれを引き取ってその100億円をこうそのまま維持して、で37億円で今の二次補正では30億円で、しっかりとした自殺対策ができるようになり、3年間で5000人の命を救うことができたと考えています。今
金融円滑化法案が切れると、金融庁からいただいた資料では、30万社から40万社が金融円滑化法案の対象で、5万社から6万社がこの事業再生などが必要だということを言われています。この5万社から6万社というのは非常に大きい数字だと思っています。私は茂木経産大臣、ご地元は足利だったと思います。95年から2000年まで足利で保険の営業をしておりまして、足利の企業は大体訪問しております。この5万社から6万社という数字はそんなに、ね、少ない数字じゃないと思っています。この対象になる企業は小さな企業ではなくて、比較的皆さんが知ってらっしゃる企業だと思います。ですからこの5万社から6万社、先日は各金融機関に対して強いご発言をしていただいたと思うんですけども、今後どうやって どういう対策をしていくのか、その点につきまして、その対策の前に5万社から6万社の麻生大臣は経営者でもありますので、その規模感について、コメントをお伺いさせてください。麻生財務大臣。これは大島先生、母数、元の数の取り方が一番問題なところなんだと思うんですね。で、多分何十万社って言われるのは、これは民間のデータ会社の対象になっております企業の数が60万とか、今は69万ぐらいになっていると思いますが、そのうちから見て5万社と言われるの数はもう1割5分ということになりますので、大きいんだと存じますが、基本的に私どもこれ5万社って結構大きな数だと私自身はそう思っておりますが、一つだけ今中小企業実態基本調査というのは中小企業庁、これは茂木先生のところなんですが、やらせているところでこの数はやっぱり365万社ぐらい、こういわゆるメーカーというか、その企業が銀行と取引している企業の数なんですが、そのうち銀行とチャットやってますかという話に関しては約200万社ぐらいの数が取引がないと答えとられる数が200万社というような月から元にして5万社というと、今度は意外と少ないなということになっちゃうんですけれども、問題はデータに乗っかっている結構大きな企業の中で5万社ということになるんだと思いますので、その意味でこのちょっと数字が取り方の感覚の問題で聞かれるんであれば結構な数なんじゃないかと思います。大島敦史君。5万社から6万社という数字は私の感覚だと非常に大きい数字だと思っています。主力についてはまだ相当対策を取っていただいているので大丈夫だと思います。市地区以降どうなるかが非常に不安でして、でそうするとこれまで森大臣が担当である自殺については、経済的な理由によって多くの自殺される方が減ってきたという実績がございます。今後はこの経済的な理由によるその自ら命を絶たれる方が増える恐れが、ね、多分にあると思っているの思うんです。ですから森大臣、麻生大臣、そして茂木大臣、それぞれのご担当の大臣が協力しながら、その今後の事業再生プラスその事業再生後の話も含めて対応を取っていただきたいと思うんですけれども、茂木大臣ご所見ございますでしょうか。茂木経済産業大臣。この3月でですね、金融円滑化法が期限を迎えたと。委員ご指摘のようにですね、同法の利用者、大体30万から40万と言われておりまして、これが中小企業、そしてまた小規模企業のですね、資金繰りの下支えに寄与したことは間違いないと思っております。ただその一方で委員ご指摘のようにですね、条件変更だけを繰り返すという形で、事業再生が進んでいない、こういったふうに言われる事業者が5万社から6万社存在すると、こういうことになりますと、単なる金融支援だけではなくてですね、事業環境の変化に対応して事業自体の再生であったりとか経営改善、これを行っていくことが極めて重要だと思っております。そしてまた5万社6万社といいましても、委員ご指摘のようにですね、かなり規模も違います。資本金であったりとかですね、大きく分けますと3つぐらいのグループ分けをして、それぞれに合ったですね、対策を取っていきたい。
まず中堅企業といいますか、売上がですね、大体20億以上の企業に対しては、企業再生支援機構によります支援を行ってまいります。それから売上が3億から大体20億ぐらいの企業、年間数千社に対しましてですね、再生支援協議会による支援を行っていきたいと考えておりまして、これ24年度の補正でですね、41億円を計上いたしております。それから認定支援機関、弁護士であったりとか税理士さん、さらには地域の金融機関、今ですね、6740社のおりまして、ここが2万社を対象にしましてですね、総額300万円のですね、費用の3分の2をですね、補助をする、補正予算に405億円を計上しております。それからもちろん資金的なですね、支援というのもきちんとやっていきたいと思っておりまして、セーフティーネット貸付であったりとかですね、借り換え保証、これは大体10兆であります。半分が、この、半分がですね、セーフティーネット貸付で、残りの半分が借り換え保証、それからそれだけではなくてですね、資本制の劣後ローンの活用ということにつきましても、補正予算でですね、約1000億計上しておりまして、これはどちらかと言いますと、冒頭申し上げました、20億円とか3億円と、こういったですね、しっかりとやっておきます。ありがとうございます。大島敦君。最後に伺いたいんですけども、解雇法制につきましての議論がここでもたびたびあったかと思います。で、私は人を解雇するということはものすごく重いことだと思っています。これは解雇した方じゃないと分かりません。あるいは安定した職場を奪われた方じゃないと分からない領域だと思っています。で、今この予算委員会の議論を聞いておりますと、その解雇の事前あるいは事後というお話がございます。事前解雇はこれは認められないと、検討をすることは認められないと。ただ事後の解雇については検討することが認められるやのご発言があったかと思います。その点について、事後のですね、その金銭解雇ですよねについての議論があったかと思います。その点について安倍総理からのご所見を伺わせてください。安倍内閣総理大臣。安倍政権のですね、雇用政策の大方針は、成熟産業から成長産業へ、必要なき円滑な労働移動を促進をしていくことであります。このような観点からですね、雇用支援施策に関して、行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政策シフトを行うこと、ハローワークの有する情報を民間に開放して各種の就業支援施策の実施を民間に委任するなど、民間人材紹介サービスをですね、最大限活用することを指示をしているわけでございまして、成熟産業から今後の成長産業への円滑な労働移動をですね、必要という形態を取らずに実現することや、一人一人が能力を高めるとともに、意欲のある者が働ける環境を作っていくことが、日本の競争力を維持、向上していくための原動力であるというふうに認識をしています。関係省庁と連携をしながら、産業競争力会議で議論を深めていきたいと思いますが、ご指摘の解雇の金銭解決についてはですね、金銭を払えば解雇できるという制度の導入は行わないということは、今まで再三申し上げたとおりでございます。大島敦史君。安倍総理、確認なんですけども、その解雇でその金銭解雇について、その事前あるいは指定し事後は検討するということについても、その2つとも検討をしないということでよろしいでしょうか。安倍内閣総理大臣。つまりお金さえ払えばですね、解雇できるような解雇の自由化は行わないということを私は答弁をしているわけでございますが、いわば今委員がおっしゃっているのはですね、裁判等で係争になっていた結果においてはですね、
それはまたこれはまあ別のこれは問題だろうとこのように思います。大島敦史君、終わります。